はい、えー、皆様どうもこんにちは NHK から自国民を守る党参議院議員の浜田聡です、えー、今回の動画ではですね、えー、先日の参議院本会議で、えー、物議を醸し出したような発言がありましたので、えー、そこの紹介をさせていただこうと思います、えー、本日令和3年1月26日火曜日なのですが2日前に岐阜県知事選挙がありました、えー、1月24日日曜日 岐阜県知事選挙の投票日で、ありますでさらにその2日前にですね、今回取り上げる参議院本会議がありました。1月22日金曜日のことであります。今回取り上げるのはですね、参議院本会議の中で自民党の渡辺武之参議院議員が行った発言になります。2日後に 岐阜県知事選挙の投票日がある中でこの参議院の本会議はですね NHK の中継もあったわけでありますでその中で渡辺孝之参議院議員が発した発言内容の中にですね選挙中選挙を戦っている現職の岐阜県知事,選岐阜県知事で ある古田はじめさんのですね功績を紹介するようなやり取りが発言があってですねそれに対して選挙、まあ、その参議院の、ね、本会議の質疑をですね質疑で選挙運動をするなというですね、まあ、野党の批判がですね、まあ、その参議院本会議中にもあったわけでですね、まあ、与野党がねあの 発言者の横で、ちょっと与野党の確か、国体関係者の方かな、が集まってですね、各党、主要政党の代表者が集まってですね、話し合うという場面もありました。というわけでですね、今回はそれを皆さんと共有するというものであります。ちょっとね対象のシーンを 見てみようと思いますということでまあ、ちょっとそこの部分を再生します渡辺武之議員のま質問の中になります安全・安心で質の高い農林水産品も我が国の輸出戦略の一翼を担っています新型コロナウイルス感染症拡大前は3000万人もの訪日外国人が 日本の農林水産品を買い求め、レストランの前には行列ができていました。令和元年の訪日外国人旅行者の食関連の消費額は1兆4千億円、1人当たりの飲食費は3万5千円と、経済的に大きなものです。来日の目的の上位に日本食を食べることがあるように、海外での日本食需要、それに伴う 日本の農林水産物へのニーズが高まっており、昨年の農林水産物、食品の輸出額,輸出額は11月時点で9000億円を超えた令和元年のペースに迫るほどです。各地方とも農林水産物や食品の輸出促進など、外国人の消費拡大への期待は高く、これまで熱心に取り組んでまいりました。岐阜県では はじめ知事が先頭に立ち、JA の皆さんと連携し、地域の特産である飛騨牛やあゆユ、富裕柿を中心に、県産農産物の輸出促進に精力的に取り組んでいます。オーストラリアやフランスのレストランで岐阜県の食材が提供され、タイや香港での販売ヘアまた、ハラール認証を受けた 秋田牛の需要開拓に向けたセミナーなども開催しています。といった場面で,です、ね、えーあのまあ、渡辺武之さんの,です、ねまあ、あの質問の途中で、えー、古田はじめ知事の名前が出た。 わけで、ありますで、まあ、この発言、古田一知事の名前が出た後にですね、ちょっとやっぱり議場の方があ騒がしくなって、えーまあ、少しね、えーまあ、先ほどの動画を見た方もですね、ちょっと分かる方は分かるんじゃないかなと思います。ちょっとねざわざわしたのがあ伝わるんじゃないかなと思います。当然、議場ではですね、えー、本会議場をそ、その場ではですね、結構な。あの 物議が、まあ、さ騒がしくなったというのはあります。で、まあ、この後、お、まあ、その本会議が終わった後にですね、議員運営委員会で、これ、ですね、はい、話し合われました。まあ、あの、自民党の。 言い分としてはですね、特に公職選挙法に抵触するとか、まあそういうわけではないし、まああの国会法に規定されているですね、なんつうのかな、まあこういうことを言ってはいけませんというような ことにもまあ抵触しないというのがまあ自民党の言い分でですね、まあ、野党はですね立憲民主党であったり民主、えー、そうかね国民民主党あ,るあとはまあ維新の方共産党の方からもですねやはりこれについてはまあ抗議があったということでありますまあおそらくなんですけれど、まあ、これ自民党は分かっててやっているとは思いますしうまあ ね、NHK の中継があるというのはまあ当然分かった上で、えー、まあやっていると思います。まあ、これについてはですね、まあ、あの法律違反に抵触するかどうかっていうことについてはまあ非常に疑わしいので、まあ、あの法律にはね抵触していないとするとですね、えーまああの どういう扱いをすればっていうのは、ちょっとね、難しいところではあります。ちょっとね、あの答えは出ないんじゃないかなと思いますね。あの、これについて何か裁判をするとかね、そういうこともちょっとね、考えにくいですし、ということで、うん、まあ、これについては、 まあ今後ですね、まあ、国会の方でまた機会があればまあ話し合うことになるとは思いますし、えー、まあ皆さんのね意見などはですね、まあ、もしねお寄せいただけるのであれば、まあ、コメント欄の方に書いてもらえればと思います。まあ、結局ですね、こういうのがまあ政治の世界ということで、えー、あの まあ法の目をかいくぐってできることはどんどんやっていくというものでありますしきれいとの通じる世界ではまないのでですね、まあ、一応こういうのがあるということでいい悪いはねちょっとここ今回はもう置いておきます。ううまあ、結局でですすねね、まあ、予算委員会も、ね、NHK の中継が入だからこそですね各党はですね予算委員会の議席をまあ欲しがるわけなんですけれどこれもね予算委員会でのまあテレビ中継を利用して、えーまあ、各党がねアピールをするというところでありますので、まあ、それをね今回、まあ、本,本会議で、えーまあ、やったということで。うん まああのね、私の方からね、結論を申し上げるわけではまあないですけれど、とりあえず皆さんとこういうことがあったよということを共有したいということで、動画の方を作らせてもらいました。ということで、今回はですね、物議を醸し出した参議院本会議での一部をですね、紹介させてもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。